やば。なこいつ。インポスター引かないな。黄色水色。なんか全然最近引かんからさ、インポスターやった時マジ死ぬほど緊張すんだよな。よいしょ。黄色水色。どこで見つけました？はい、ミュート解除しました。あ、ウェポンズでアベレジさんが僕視点だとサントスさんがバッてきて、その停電明けのタイミングでやってるのを。ダウンロードのとこですか？ダウンロードのとこです。ダウンロードのとこです。はい、今僕アベレジさん隣でダウンロードしてたんですよね。はい、ただタスクやってたんで誰が来たとかも全く分かんなかったんですけど、クローカーグループ背負って左です。現エレクトリカの停電いるんで白です。なんでサントスさん、アベレさんがダウンロードとかで死んでるって知ってるんですか？いや、今発見でその話があったんで、あのそういう話かなと思ったんですけど。先出ししなかった今ダウンロードですってサントスさんが。いや、私は後ですよ。ダウンロードですって言われて、あの私がいた場所がダウンロードですって意味で言っただけですよ。ごめんなさい、なんかそこも、ま、なんか変な意味で言ったら、はい、私がいた意味がって意味で、はい、ごめんなさい、なんか日本語難しいよって話した。そもそもウェポン右、ウェポンにいたのが藤宮さんとサントスさんと戦隊行商。そう、そもそも絞れてるし、黄色、水色、赤が初動右行って、サントスさんが停電中になぜか、すれ違ってオモツの方行った。僕は停電直そうとしに行ってウェポンの方行ったかな。あ、そういや、うん、そうそうそう、私もだからめちゃくちゃ怪しい。いや、そうですね、僕見たら無理かなと思って、はい、あ、なんか僕さ、なんかさ、そのアベレージさんと誰でしたっけ、もしかして藤宮が、あ、藤宮さんがダウンロードしてるのを見て停電になってなんかくっついてた方がいいかなと思って3人のところくっついてたら、なんかサントスさんが停電明けにキュシュって現れてキルしてるのを見たって感じで、キルしてるのを見た。あ、もう見たんですね、キルを。なんかブチュってなってちょっと動いてたのがサントスさんだったんで、うん、僕だったらサントスさん、うん、本当は停電明けかな、うん、ちょうど停電明けたタイミングですね。はい、魚はメタメイのサントスさんかな、釣っちゃっていいんじゃない。魚はメタ、単位式が低い。明日に押してほしいな。現です。サントス3人入れます。以上です。あ、待ってください。一応、はい、大丈夫ですけど、今、リアクターは一応、下直しました、私が。はい。まあ、あの、この後、すられる位置の方なので、押さないとおかしいと思います。そうですね。あ、ごめんなさい。た方が、はい、それを昨日の中盤にお伝えしました。はい、言ってました。うん、聞こえてない。僕も聞こえてない。ごめんなさい、現場、私もちょっと聞こえてないです。聞こえてなかったら、あの、はい、聞こえてなかったとしても、押さなきゃいけないと思います。まあ、じゃあもう一回残って押すでもいいです。はい、すいません。いや、もっとサントスさんの主張も聞いてあげようよ、みんな。あ、でも私、でも。サントス、黒か黒か、なっちゃん。かもしれない。いや、でも私、その、いや、黒さんはなさそうだ。話を聞く整理すると、オラフさんが、プチュンってなんかこう切断されたのを見たってことですよね。じゃあもう、タイミングはもうまさに直前と。あ、そうですね。はいはいはい。それって 100% サントスさんですか？で、あとはそれがサントスさんに見えたっていうことが今主張。サントスさんがやった、それともサントスさんに見えたでだいぶ違うと思ってて、そこらはっきりさせたいなと思ってます。間違いです。青色が、うーん、動いたように見えたっていう。いや、動いてました。で、別にもなんかその 100% あの責任を取れって言ってるわけじゃなくて、別にも 90% だったら言っちゃっていいと思うんですよね、サントスさんに。なるほど、村の判断 で、はい、あのいや、ダウンロードのとこに
私いましたし、なんかそのさっき言った先端さんのそのエレクトリカルの時になんか遠いしいやっていうので、へえ変な位置もありましたし、ゲイさんの話聞いてなかったら怪しいのもあるんで、はい、なんかあのそんなにあの他の人が言ってるのに間違ってるとかはないですけど、あのあ時間ないんでもう一回次は押します、残って押すんで次で判断していただいても大丈夫です。期待の場所がダウンロードで、サンドスさんがダウンロードって言ったのが怪しいってことでしょ、先出しで死体見てないのに。いや、一応聞き間違いだったっぽいけどね。私に言ったら、うん、僕押した方がいいですかね。そうっすね、はい、一応ケアしときますか。はい、死体の場所はって聞かれた時にサントスさんダウンロードですって言ったと思うんだけどな。やば、なこいつ。はい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 、はい、これ僕ローラーですかね、多分。もう一回ちょっと待って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 、ホラさんが、はい、もうちょっと詳しく証言してほしくて。ああ、はい。あ、待って、まずオラフさんは、はい、アベレージさんと、まずアベレージさんとサントスさんがダウンロードしてるのを見ましたか？あ、見ました、見ました。見て、はい、その場でサントスさんが動いて、シュシュブキが上がったっていう認識だってますか？サントスさんが、なんか右からか、なんか急に来て、うん、この停電が開けるか開けないかぐらいのタイミングで来て、うん、キルしてちょっと右に寄ったんですよね。で他の人の可能性は、いや多分もうほぼない。もう2人誰でした、藤宮さんもやってたと思うんですけど、多分停電の時にやってたなら、あ、じゃあ藤宮さんとアベレージさんとサントスさんが重なって、藤宮さんとアベレージさんが重なってて、あ、そうです、サントスさんが寄ってきて動いてって感じか。だから藤宮さんの可能性も何パーぐらいかはあるかなって感じ。まあ、ね、あ、でも結構低いかな。低い、かなり低い。はい、わかりました。かなり停電の時に多分やってると思うんで、結構時間あっても時間確認して僕も近寄ったんで、その時にキルされてなかったんで。で、他の目撃証言も全くない。もう絶対その同乗人物はその、あ、まあ4人ですね。あ、わかりました。はい、オラフさんは多分白だと思うけどな。オラフさんが多分白で、でもサントスさんがインポスターだった時にキルした後に動くメリットはあんまない気しちゃったから、別に藤宮さんサントスさんの方が俺はいい気しちゃうけどなって思っちゃうんですよね。俺は俺の考え。一応ペア作る、オラフさんと藤宮さんで。わかりました。どっちもいいよ、はい、僕はどっちもいい、マジで。ごめん、間違えて藤宮さんに入れちゃってる。藤宮さんとオラフさんが一緒に行動するでいい？一応ね。じゃあ僕オラフさんについてきます。あ、わかりました。相方一は、魚さんか砂ザメさんかな。夏目さん、クローンさんないと思う。魚さんのあのサイコパス行動は、まあ、要素には含まないとして。最後の再確認が、ちょっと魚さんっぽかったかなってのと、ナザメさんはまとめ方がちょっと、なんだろう、犯人を絞りたいってよりは、まあ、ちょっとでも時間稼ごうみたいな感じのまとめ方に聞こえたな。これ全然違った、どうしよう。インさんもないと思う。プラスさんは多分白、藤見さんも白ション。あー、3かな。まあ薄い要素なんで、議論に持ち込んじゃうと面倒なことになるんで今ですけど、白緑オレンジ紫、白緑オレンジ紫。あ、現です。エレクトリカル最奥で死体が見つかっています。エレクトリカル、
の一番奥ですね。あの弁当ぐらいのところです。わかんじゃった。私直前までいましたけど。ああ、砂雨さんだ。私あの右のタスクやってました。え、マジで砂雨さんかな？マジでエレクトリカルですか？ちょっと待って、先に整理すると。言いたいことありますよね。どうぞ。緑と赤と、白がエレクトリカル3人でいました。で、白と赤がエレクトリカルから出ました。で、オレンジ、紫の順ですれ違いました。うん。っていう状態。同じですね。自分もそれは確認してます。私もゲームはスナザメさん見えてない。スナザメさん見えてない。右上にいたのに。私右上にいました。あの奥の奥ですね。奥のタスク。あの二軒さん見えなかった。はい。ので、まあおそらく弁当入られたのかなって感じがしますね。今の話を総合すると。まあ私目線も完全にゲンさんかなっていう感じです。うん、まあちなみにゲンがインポスターだった場合は、いちいち、レポートせずにもうワンキル稼げばいいと思います。え、待って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 。え、砂雨さんはゲンさんを見てない？見てないです。おかしくね？だって先端さんさ、ちょうど絶対入ってたら見えるタイミングだったよね。なんとも言えない。ドン削れとかもあるから。その辺は。あ、そっか。うん。けど。真後ろぐらいだったから、どっちみち見てないと。砂ザメさんが先に入ってて、ゲンさんが後からやって、ゲンさんがレポして、砂ザメさんに塗ったら、ロラされて終わりだから、メリットがないから。まあ、右上にいたのが絶対で、ゲンさんが奥で見つけてるんだったら、絶対どっちかにインポスターいますよ。多分、終わると思う。確かに。右上じゃなくて左上ですよ。弁当なんで。終わるんじゃない？おぉ、やったー。すいません、私のせいです。いえ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 、まあ、大丈夫です。全然あちょっとサンタさん白だと思ったのに黒か。いや、マジで砂ザメさんと組むときいつも足引っ張んだよな、申し訳ねー。あー、いえ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 、全然全然難しいですもんね。申し訳ねー。私もちょっとキル焦っちゃいました。もうタスク勝利になる前にもうどんどん、いや、そうなんですよ。テンポよくいかねえとダメだこれって思っちゃって。ミュートボット早いですね、思いのほか。ゲンさんのやつあれ聞こな全く聞こえなかったですよ、本当に。ナントさんはそう、絶対押してください、絶対押してください、多分2回ぐらい。いや、これ、マジで聞こえなかったです、私。あ、マジで誰も聞こえなかったです。てか多分あのて追放されるときにもうみんなミュートしてる、スピーカーミュートしてる、みんな。あー、なるほど。じゃあもっと手前で言わなきゃダメなんですよ。いつものムーブができない、滑り込みのゲームができない。あと私はインポスターだったんで、ちょっと早めに切って本当に聞こえてなかったことにしようと思って、ちょっと早めに切りました。あ、まあ、結構あの釣られるモーションの時にのタイミングでみんなミュートにする、手動ミュートにするみたいな人も結構いたりするので、基本あそこの声は聞こえない人が結構いたりするのかなみたいなは思ったり、まあ、私も結構、ね、あの場面転換した瞬間に結構ミュートポンと押しちゃったりするので。俺、砂ザメさんにもう4回ぐらいエレクトリカルで殺されてる。いや、違うんですよ。孤立してる人を探して、で、でもう多分躊躇したらタスク負けにつなると思ったんで、先端さんが U ターンしませんようにって心の中で祈りながら、相良さんを殺して。ちなみに見えてますか？ゲンさんは本当に見えてなかった？あ、いや、見てなかったです。あ、多分僕視点も多分、夏目さん視点も見える位置ぐらいに。あ、そうそうそう。見えたよね。うん、絶対お互い分かるだろうって思って。エレクトリカルから出た夏目さんとセンターさんと私交差したんですよね。あ、だから私も後ろにゲンさんが見えてたんだったら多分キルしないと思うんですよね。そうなんだよね、それも思ったんだよね。はい、だから見えてなかったんで、うん、お、孤立したなと思って。あ、私幽霊で見てたんですけど、そう、あの見えないところからゲンさんがちょうどいいタイミングで入ってきてみたいな感じでした。そうそう、なるほど、うん、結構すぐ入ってきたから。あ、そう、普通に助けやりに来ただけなんですけどね。計画性はなかった。かわいそう。いやー。いやー、初手焦っちゃいました。ごめんなさい。ありがとうございます。いやいやいや、でもあれは結局、運なの、運もちょっと回ったりするので、うまくいけば。せめて容疑かぶせればよかったな。ローラーにまで持ってけなかったし、リアクターもかめるチャンスあって、もう一人持ちずりできるのもあったので、それすらできなかったから。やっぱりタイミング次第だからね、もうこれさ、どうしようもないですよね。だからタイミング良ければ結構時間が後になって分かんなくなっちゃうから。停電になったら早かったからね、思ったより。
のか、ゲンさん後ろにいたのか気がつかなかった。いやでも、あ、見えないとこです、見えないとこです、見えないところ、うん、あ、幽霊で見たんですけど、はい、距離感的に絶対分かんないところで、あれ結果のさ、あれは砂鍋さんの、あ、じゃあ最横で殺してるからね、僕と夏目さんちょっとこう今見間違いというか記憶がちょっとあれしてるかも、まあそうですよね、補聴されてるかもしれない、うん、僕もね、なんかパッパってすれ違ったイメージだったんだよな。うん、そう、すぐすれ違ったから、あとちょっとこう前日にサントさんをかばい気味に言っちゃったから、なんかそれをゲンさんに疑われてるような気がして、とりあえずゲンさんを先に殺そう、ゲンさんを先にって思ったらなかなか孤立しねえなと思ってあんなところに魚さんがと思ってつい吸い込まれるように、かばったのに、僕や黒でした、僕も結構疑ってます、サザメさん、いやー、ちょっとなんとかローラーできないかなってオラフさんとと思ってよいしょ、着替え直してもろて、あ、そうですか、はい、あ、はい、着替えた、いやー、なんだろうな、マジほんと砂田さんと来るとき絶対足引っ張んで、あー、いやいや、全然あれは別に悪手ではないですよ、うん、停電が治るのが早かっただけであって、うん、ね、早かったですよね、めっちゃ早くなければ全然早かったですだし開けた瞬間に僕とすれ違ったタイミングも最悪だったし、見つかったタイミングも最悪だったしみたいな、いろいろ重なって、ああ、まあ運が悪かっただけです ね、うん、今回あの会議時間短めのやつで割と長く生存して思ったことなんですけど、多分私今後めちゃめちゃカットインします、すいません、パキーンって、シャキーン現実で言う暇もないかもしれません、ちょっとこれが答えだこれが15秒の大きさなわけですね、かなりこれは悠長にできないなと思いました。体感結構変わりますよね、変わりますね、いや短い、めちゃくちゃ短い、もう余裕ありますもん、なんかいつも、まあ、情報の整理が入るからね、うん、あ、僕長く話してもって感じがするし、端的に言わないとですね、うん、僕がエレクトリカ引き返さなかったのは、はい、砂鍋さんが右側でやってると思ったから、アドミン行って右側の情報を見て死体発見しに行こうと思ってたんだ、はい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 、そう、ナビゲーションあたりで、そうそう、殺してきたっぽいかなって思ってたから、あ、いや、まあそうしようと思ったんですけど、あのペアが見つけてしまって、あ、ペアはダメだと思って引き返してきたところだったんですよ、ね、ちょうどですね、だからまあワンチャン殺してた可能性は全然あります、クロムさんが右にいたので、あ、はい、了解です、はいすいません、はい、いや難しいね、インポスター、いやー難しい、いやーむずいっすね、本当に本当に細い糸手繰らないといけない。